はい、モコフィットネスです。今日もちょこっと雑談始めていきましょう。月曜日ですね。皆さん張り切って一週間乗り切っていきましょう。それじゃあ一つ目のコメントです。タイヤの動画しばらく出してまして、まあね、結局なんだかんだビットリアに、まあ今のところ、まあ安定した性能があるんだと思うんですけども、そんな中でね、今日はですね、ツイッターの質問箱から来た質問なんですけども、チューブっていうことですよ。で、はい、ですね、まあちょこっと雑談なので、まあちょこっとなんですよ。ざっくりでいいですか。僕はね、安いね、コンチネンタルのブチル使ってます。はい。ラテックスのチューブとブチルっていう、チューブがあるんですよ。で、ラテックス、簡単に言えばラテックスは天然でできてます。天然の、樹液でできてますよ。はい。で、ブチルってのは人間がね、こう、H を振り絞って、作ったチューブですよ。で、まあ、一長一短って言われてるんですよ。でね、本当に、まあ、簡単に言うと、本当に性能をこだわっていくんだったら、このラテックスって方を選んでいけばいいと思うんですよ。ただね、まあ、ラテックスはパンクが多かったり、まあ、多かったたりって言うけどね、それもね、タイミングなんですよね。もう恋愛と一緒、出会いとタイミングですよ。もうその時に会ったら最後ですよね。もう東京ラブストーリーと一緒ですよ。もうチャララーンって曲が流れちゃったら、もう出会いとタイミング。これ何を言ってんですかね、僕は。だからパンクってそういうもんじゃないですか。だからね、別にラッ使ったからってパンクが多いとかそういうのも微妙だと思うんですけども、まあパンクのリスクが高くなるっていうのもあるんですけど、あともう一つね、空気抜けやすいんですよ。僕ね、それが一番の嫌なところかな、ラテックスは。もうね1日経つとね、もう結構抜けてるんですよね。で僕なのでね、ちょっとね、そういうところを全体的に見て、僕クリンチャーっていうのは基本的に練習、最強練習用、まあもう、まあレースは全然余裕で出れますけど、まあね、別一応、まあそんなこと言ったら僕はタイヤのね、話だって、まあね、もうそんななんか使い勝手とパンクのことだけ考えればいいよっつうなら、あんなタイヤだってね、別にね、そんなね、みんな実際は乗り変わんないんですよ。ただ数値ずっとやって変わってきちゃうけど、まあだから、まあ身も蓋もない話するけど、まあでも、パンクとか、全然まとまってませんね。ちょっと。だから僕はブチルがいいと思いますよ。パンクもない、少しでも少なくなるし、空気も抜けもないし、最後まで安定してるって感じ。あと安い、ブチルは安いです。そこら辺も考えて、ブチルがおすすめですね。僕、コンチのブチル使ってます。はい。で、だからってパナレーザーのラテックスとか、いろいろ使いましたよ。使ってきても結局そこに落ち着いてます。はい。はい、次に、こんなご質問です。はい、尿酸値が高いってことで、プリン体エビオス、その話ですね。やめた方がいいです。はい。そういう方は、少しでもリスクが高まる可能性があるので、エビオス、若元、プリン体が入っているものはやめた方がいいですね。はい。あと、納豆とかもね、自然食品で言うと、入っているの、基本的に摂取、お医者さんからね、やめなさいって言われてるなら、摂取しない方がいいと思います。はい、次にこんなコメントです。はい、これね、僕もそうなんですよ。僕も自分の動画を見直した時に、画面黒くなった瞬間にね、CM が入るんですよ。あれね、勘弁してほしいんですよね。あそこのね、僕がちょっとボケて、ツッコミの、テロップ入るでしょ？暗い画面で。ね、で、悲しい曲流れるいつもの下りですよ。ね。あそこってね、もうあそこね、もうね、クッション入れちゃダメなんですよ。あそこもう流れるようにって一つの笑いですからね。ね、もうあの笑いをね、
もう崩すんですよ。もう最近の YouTube の広告たちはことごとく。もうね、今も入りました？今もこれ CM 入った人手挙げてくださいよ。今これ CM 入った人手挙げてくださいよ。ほら、何人いましたか？まあ、ほんとね、まあ、これのおかげでね、あ、まあちょっとね、広告入るからね、まあちょっとこうやって僕も少し美味しい思いさせてもらうからね、あんまり、まあもういいですね。はい。ですね、じゃあ、今回の本題ですよ、こちらですよ。もう僕のこれね、これもある方から僕のね、よくコメントくださるリスナーさんからの、コメントだったんですけども、ポークとラファがね、共同作戦ですよね。もうあれですよ、もう合体ですよ。で、まあ、バーンとこう写真今こう写してますけど、まあ、一応この EF プロサイクリング、もうそれは遅いんだな。遅いっていうか、2021年は、EF エディケーション、日本になりましたね。のコラボなんですよ。ね、ポックとヘルメット、ね、このヘルメットね、ピンクと、このちょっとこの、こんな感じですかね、作られるんですけども、もうめちゃめちゃね、欲しいんですよ。ただね、EF エディケーションが、まあ、ピンクね、EF ね、もう皆さん有名ですよね。ピンク色のデザインのジャージなんで、まあ多分ね、ピンクと紺のね、この色で統一してくると思うんですけども、ぜひね、昔のガーミンだった時、昔、この EF エディケーションのずっと過去に遡ると、キャノンデールですかね。キャノンデールの時はね、緑色のポックだったんですよ。その時はポックもね、緑で着てたんですけど、どうぞね、緑へ、この、なんか作ってくれないかな。ポックの僕の好きなのスピンに関してもうグリーン消えたんですよ。もうだからね、ちょっとね、やだなと思って、ちょっとね、グリーン、前も言ったけど、グリーンって大切ですからね。もうジャージの色なんですから、グリーンはポイントショーの、自転車用品のグッズ出してる人、どうかね、緑は外しちゃダメですよ。緑と、水玉と、黄色と、白。これはね、外しちゃダメですよ、もうね。あれと一緒ですよ、もう、戦隊物でレッドがいないようなもんですからね。これは違う。これは違いますか。まあね、まあ、そんな感じですよ、今日の雑談動画は。はい、そんな感じで、ね、まあ、ラファと、ポックのコラボでした。で、これが一応、2021年の4月に発表されるらしいので、そろそろね、どんな、形なのかが、こう、バーンと出ると思うんですけども、その時はね、すごいね、楽しみで僕待ってますんで、ラファさん、ポックさん、お願いいたします。はい。そんな感じで、今日の雑談動画終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の、概要欄から SNS チェックしてみてください。そして、サイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。